ハウリン・ウルフは、アメリカのミシシッピ州ウェストポイント生まれの黒人、ブルース・シンガー。本名チェスター・アーサー・バーネット。ステージネームが物語るように、強烈なダミ声で鮮烈な印象を残した。没後の1991年、ロックの殿堂のアーリー・インフルエンス部門入りを果たした。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第31位。 ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第54位。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第46位。1940年代頃からメンフィスを拠点に音楽活動を行っていたが、デビューしたのは1951年と遅咲きである。デビュー後はチェスト、契約。 長きにわたって同社から作品を発表していった。1952年にシカゴに移る際、ギタリストのウィリー・ジョンソンがシカゴ行きを嫌ったため、公認のギタリストとしてヒューバート・サムリンが迎えられた。1954年に初めてセッションに参加して以来、ウルフが亡くなるまでサムリンは相棒として活躍し、個性的なプレイで徐々にウルフのサウンドの中で、 存在感を増すようになった。1959年、ウルフは、初の LP、モーニング・ザ・ムーン・ライトを発表し、以後、ハウリン、ウルフ、リアル・フォーク・ブルース、モア・リアル・フォーク・ブルース、ザ・ロンドン・ハウリン・ウルフ・セッションズ、チェンジ・マイ・ウェイなどの LP を、チェスから発表した。1968年11月、当時の流行に乗る形でサイケデリックな問題作、ザ・ハウリン。 ウルフはルバムをレコーディング。マディ・ウォーターズのエレクトリック・マットの続編とも言える内容だが、マデがそのコンセプトに乗り気であったのに対し、ウルフはそれを嫌いレコーディングの際に3日間家に立てこもったというエピソードも残っている。あくまでも己を通したウルフの姿勢を伺わせるエピソードである。1970年代に入るとウルフは、 交通事故の後遺症などもあり、体調を崩し往年の勢いを失っていく。しかし、そのような状況下でも現役であり続ける。1972年には、ライブ版、ライブクッキン。1973年には、スタジオ版、ザ・バックドアウルフをリリースした。後者が彼のラストアルバムとなった。1976年、イリノイ州ハインズで亡くなる。 ウルフの個性と存在感は、クリーム、ローリングストーンズら1960年代に活躍したイギリスのロッカーたちに大きな影響を与えており、これまで多くのバンドやミュージシャンにより、ウルフの曲がカバーされてきた。また、レッド・ツェッペリンのレモン・ソングは、ウルフのキリング・フロアがオリジナルであり、後にウルフの名前も共作者としてクレジットに追加された。ロンドンで、 レコーディングされたザ・ロンドン・ハウリング・ウルフ・セッションズには多数のイギリス人、ロック・ミュージシャンが参加。エリック・クラプトン、ローリング・ストーンズのビル・ワイマンとチャーリー・ワッツ、ローリング・ストーンズのサポートメンバーだったイアン・スチュアートを中心に一部の曲には元、プラスティック、オノバンドのクラウス・フォアマンや、元ビートルズのリンゴスターが参加し、さらにスティーブ・ウィンウッドもオーバーダビングで参加した。 ありがとうございます。